ね、そうね、祖父とかって結婚する。俺うちもあれ全部嫁さんが全部作ったな。そういうちゃんとロケもなんで、はいはいはい、じゃあサワディッカー、豪華はい、ということで今日はですね、日本人で、タイに住んでる、ミキさんと中村さんに来てもらいました。どうも、はい、というのはあれです、エアアジアのアンリミテッドパス、この3人買っててですね、いろんなところ行ってて、先ほどもちょっと食事しながら情報交換してましたので、いろいろ詳しく聞いてみたいと思います。あ、僕から予約した分含めて、予約した分含めて何回ぐらいこう乗ろうとしてます？でも僕今8月からですよね。基本的に週末なので、はいはい、まあ、5週なくして5でも10回乗ったとして、9月の中ですよね、まあ、こう7回ぐらい待ってるんですか。で、予約してるのは10月の2週目までですね。1週目プーケットって2週目の、うん、あのあれです、片道だけ買ってそれで終わってますね。なるほど、はい、僕が今10往復乗ってて、あ、違う、ごめん、5往復だ、5往復10本乗ってて、あ、というか、もう今思ったんですけど、エアージャーのアンリミテッドパスの説明させてきた方がいいですね。一回切って、そこ真ん中に挟んだの。あ、大丈夫です、この今この流れで覚えます。この流れでいいかね、もうこれ全部切れないですよ、今。あれ、6月の末ぐらいに1週間だけ販売したんですね。あれ1週間だけなんですか。1週間だけ、まあ、まあ、LCC 土日から土日ぐらいまで、はい、あの日本にもある LCC のエアージアが1週間だけ、2999バーツで、まあ、大体日本円ですると1万円ですね。1万円ちょっとね、うん、はい、うん、でそれで、タイ国内のエアージアの飛行機がもう乗り放題っていうパスをですね、で有効期限が、まあ、大体半年ぐらい、12月の中頃ぐらい、ね、そうですね、有効期限が中頃 で予約できる最終は11月の中ぐらいでしたっけ。そうですね、そうです、はい、一応乗りたい場合は行きたい日の21日前までに、そうですね、買わないといけないですね、予約しないといけない、はい、でそれを僕も買いまして、で今 YouTube 撮るためにいろいろ毎週末行ってるんですが、このお二人もいろいろ行かれてですね、毎週末ですね、毎週末ですね毎週どころか2日か3日に行かってますね、はい、そう、最初は週末だけこう撮ってたんだけど、はい、週の真ん中にも入れ出して会社休んで、もうなんか我慢できない、仕事休んで、そうですね、普段行けないですもんねだから僕も結局忙しい忙しいって言いながら、その主要都市はプーケット行ったりチェンマイ行ったりはしてたんですけど、結局もっと端っことか行ったことなかったので、うん、まあ、この機会に行ってみようかなと思ってこう行ってるんですけどね。だからこの前僕あのスラタイで中村さんに会って一緒に食事したんですけど、あれも偶然ですよね。そうそう、何日か前にあ行くんですかみたいな、僕もですみたいな、しかも会うの多分何年ですよね、そんなに会ってなかった。いやもうだから僕とか人に会わないんです、うん、基本的に会わないんで、何年ぶりだろう、5年とか5年とか6年とか、マジですか、前、ね、インターチェンジタワーで一緒に会って、はい、うん、そんな感じだかな、はい、ぐらいぶりですよね。それぶりぐらいで、うん、なぜかスラタニで行ってセントラルプラザに行ってデパート行ってスラタニで感動の再会、はい、でもスラタニでは僕は何もせずに船に乗ってタオ島行って、ちなみにその時タオ島日帰りですよ。おお止まんなかったですよ日帰り、はい、行って、でも僕のちょっと 話をさっきしますけど、でタオ島日帰りに来て、そのあとどれでしたっけ、スラタニとこっち何でしたっけ、島スラタニタオ島行って、うん、タオ島からこのチュンポンですね、チュンポン行って、そっからあれです、クラブリーって言ってですね、ラノンの方行って、で帰る時に足がなくなって、はい、60キロぐらいだったんですよ、はい、で GPS で見たら13時間ぐらい、あ、これ13時間だったら次の日の朝の列車乗れるわと思って歩こうとした時がその時だった歩いたんですか歩こうとしたらですね、そう、ラノンなんでミャンマーとの国境だったんですよ、うん、だから歩いてたらバイクで大将が走るんですけど、僕にお前どこ行くのって言ってるんですよ、言ってきて、危ないからやめろって言うんですよ、ミャンマー人も年配の人だったらまだね、分かるんですけど、若いわけわからんのがいっぱいいるから襲われるからやめろ、うんうんうん、
で、分かった分かったって言ってビューって行ってしまったんです。その次カップが来て、またどこ行くんだ、危ないからやめろって、そんな大事かと言って、で、そのカップはブワーって行ってしまったんですよ。夜暗い時間ですね。8時ぐらいですね。8時ぐらいに歩いてたんですよ、一人で。はい、で、バーって行ってしまって、で、そのカップルはまた戻ってきてくれたんですよ、うんうん、本当に危ないからやめろって、うん、言ったぐらい危なくて、うん、で、まあ、歩いてたら、あの、危ないどころか車1台も取らなくなって、だって何かあったら誰も助けてくれないですもんね。そうです、うん、で、結局、うん、歩いてたら、うん、もうホテルも危ないようなところで、結局バス停しかなかったんで、僕45歳にしてバス停で野宿しました。バス停で野宿ごめんなさい、一番基本的なことなんですが、60キロは歩かないです。まず歩かないです、それは。え、で、結局何、はい、歩き切ったんですか。その次 の朝6時半ぐらいにソンテオが走ってるんですよ。ソンテオを乗って帰りました。なんか45歳大冒険ですね。こんなのって20歳ぐらいにしないといけないんですけど、初回です、僕は。です、ね、本当は20代前半でお前バカだなって言われないといけない話ですね。バカなんかしてって言って僕もバカにしてて今やってます。ということで、まず中村さんから、これあの郷さんとあのご飯食べて、はい、あの後須田谷駅行って2時間後に3時間か、夜行列車来るっていうチケット持ったんですよね。須田谷の駅からでしたね。で3時間駅で待って、まあまあそれは分かってたんでいいですけど、あの待てど暮らせど列車が来ず、はいはい、最初40分遅れって書いてあったんで、まあ、それはまあまあ遅れ、まあまあ全然40分だったら早いですね。まあまあじゃあゆっくり待ってよと思って待っててたら、あの駅員が回ってきて、はい、来ないよって言われて、いや何言ってんだと思ってその電光掲示板見てたら11時間遅れって直ってて、それでもう愕然ですよね。夜中連絡来たんですよ。夜中2時ぐらい、2時ぐらいに、その後会う約束したんですよ。はいはい、そうですよね。で 2時にごめん起きてるかなと、起きてるわけないんですけど、連絡したら起きてて、スラタニからもうちょっとマレーシア寄りのナラティワートに、そうですね、列車で中村さん行く予定だったんですけど、うん、その列車がもう遅延しすぎて来なくて、遅延しすぎて来なかったっていう。しかもそのナラティワートからバンコクの飛行機取られてて、それに乗らないとまた問題があるんですね。そう、このチケットってあの納車、要はの黙って乗らないと、3回以上やると無効になっちゃうんですよね。キャンセルしたら大丈夫ですか。キャンセルできないですよ。キャンセル変更ができないんですよ。もう予約自体が全くいじくれない。でもキャンセルってあれでも僕おっしゃることないんですけど、できないですか。できないです。ちなみに僕その3回っていうのは中村さんから初めて聞いたんですけど、だからそれから危険ちゃんとあのエアアジアのパスのルールがあって、はい、そこに書いてある。読んでないですよね。まあ11月末ぐらいになればね、もう3回目残ってないからいいのかなと思いますけど、今はまだね、ちゃんと堅実に乗ってった方がいいですよ。取れなくなっちゃう。ちょっと分かんないのが、もう予約してあるやつまで消される可能性があるかもしれない。あ、そうですね。それがあると嫌だな。はい、で結局、うん、バスで行ったんですか。そうですね、そこから2時半ぐらいからもう俺電車ダメだから頑張ってバスで行くわって連絡して、そんでバスターミナル行っても、まあ、当然真っ暗 で、はい、でこれあの近くに おちゃんがいたんで、はい、一番のハジア方面行きの何時って聞いたら6時までないっていうから、はい、じゃあとりあえずホテル泊まるかと思ってホテル探そうと思ったら野犬がすごくて、犬がワン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 吠えてきて、さすがに怖いですよね。やるやる、どうしようと思って、スラタニ行きたくなくなりました。いいとこですよ、うん、いいとこですか。いいとこっすよ。すごいリカバリー。急展開のリカバリー。僕でも あの後別れたじゃないですか、センターから、はい、僕はフランス気まで6キロぐらいあったんですけど、走りました、ね、走った、え、歩きじゃなくて走った。ちなみにあの時って8時ぐらいだったんじゃないですか。そうですね、そうですね。なんか8時、それまではなんか、バイクタクシーとか、ソンデとか走ってたんですけど、あの時全然走ってないんですよ。急にいなくなりました、ね、急にいなくなりました。本当、皆さん気をつけてください、スラタニ。スラタニの夜、あの交通機関なくあります。地方の夜はね、やっぱ構えといた方がいいですね。まあ、早いですね。はい、本当気をつけた方がいい。そこで無事会えたんですよ、結局。そうですね。で、まあ、ちょっと別のバスターミナル、もっと街の中の市街のところ行って、はい、まあ、売宅のおじさんに
あのこのその時間の泊まれるホテルを紹介してもらって、はいはい、まあ、軽く寝てから朝一のバスで向かったんですよね。あ、そうですか。まあ、そこから順調だったんですけど、はいはい、そのナラティワートの町で、まあ半日ぐらい一緒に観光しようって話だったんですけど、はいはい、まあ、夜着いて飯食ってその後すぐ帰りましたね。11時間遅れてでね、結局会う予定を削ってきたので。何時に来たの？ご飯食べたの？6時半か7時ぐらい夜着いてで、もう暗くなった街を夜の飛行機ですか？いや、で翌日の、まあ、11時ぐらいに行かなきゃいけなかったんだね、空港に。だから奈良テワトに晩ご飯食べに来たの？何食べたの？あ、でもね、そこで食べた食事がイスラム系の、ね、食事で、すごくね、もうナラティワートっていうところが、うん、もうマレーシアのあれ何キロぐらいですかね、国境から。国境か、ね、国境からは40キロぐらい離れてますね。40キロってことは車でまあ1時間、まあまあそんなもん、1時間もしないですね、40キロだったら、うん、なんか結構近いんでですね、うん、まあ、あの辺はタイの新南部って言われてるね、はい、独立の勢いが強い地域で、まあ、ちょっとタイにしては異国な場所っていう、パジャイから越えて新南部って言われる場所に入ると一気に変わるよね。あ、そうですか。もう全くここはタイとは思えないぐらい楽しみです。異国の感じ。明日、明後日ですね。明後日からナラティワート、全然エアアジアの話してないんですよ。エアアジアを使うとこんな素晴らしい旅ができますよっていう。ちなみにその新南部は、新南部っていう呼び方ですか？新南部って深い南部ですね。あ、深い南部ですね。だから、やっぱり、うん、分けてるんですよね。あえて分けてるっていうことは、それだけやっぱり違うんですよね、はいはい、そこの文化とか、食べ物とかが。ちなみにその日本の外務省では、危険度数が高い地域なので、行くときは自己責任で。いや、本当ですね。はい、だから、これ YouTube 途絶えたら、うん、何かあったと思ってくださいっていつも言ってるんですけどね。でも、あれですか、そのイスラム系なんでお酒ダメとかそうなるんですか？基本的にイスラム系の店はもちろんお酒は売ってないです。ただし、やっぱりタイ国内なんで、セブンイレブンとかコンビニに行けば売ってます。あ、そうですか。お酒は。そういう意味では豚料理もあったよね。うん。まあ、もちろん豚もあって。普通、その、こっちにいるね、仏教系の人らもやっぱりいるんで。はい、イスラムって何食べたらダメだったんですか？酒はダメ。で、豚もダメです。牛は大丈夫ですか？牛は大丈夫です。牛、鶏、羊、この辺が、うん、あ、そうですか、メインになってくる。であと僕、さっきも一緒に話したんですけど、その2999バーツで半年間乗り放題 の, このチケット買って元を取れるんかってよく聞かれることがあるんですけど、僕が一番最初に行ったのはハジャイ、南部の方で。ちなみにハジャイの往復ノーマルのチケット買ったら絶対3000バーツ以上かかるんでですね、僕も1回でペイできたんですけど、皆さんどうでした？まあ、一番最初どこ行きました？一番最初に行ったのはやっぱり同じような考えだったから、はいはい、なかなか行けない場所に行きたかったんですよね、はいはい、なので、メコン川沿いに反対側はラオスなんですけども、ナコンパトムっていう場所に行きましたね、はい、ナコンパトムはやっぱ普段安くならないところなんで。そうですよね。本当往復すれば多分3000バーツぐらいは簡単に行っちゃうんだけど。 ちなみにナコンパトムは何があるんですか？何よくわかんないまま行ったんですけど、まあ、国境があるんですね、通常は。男2人、メコン川を見ながらモーニングコーヒーを飲むっていう。そうで、まあ、なんですか、裸顔みたいなんでこうやってメコン、ね、コーヒー飲みながらメコン川見れたらいいかなって思ってたんですけどね。まあ、ラオス側にはもちろん今渡れないですよね。渡れないですね。で、まあ、その対岸のラオスもやっぱ街になってるんで、やっぱ明かりが少し見えて、はいはい、まあ、向こうは向こうでこう街があるんだなっていうのが分かる。まあ、当然対岸の方がすごく明るいし、建物もいっぱいあるから賑やかなんでしょうけど、まあ、そういう意味ではね、高い建物はないけど、向こうもやっぱりこれ学校なんだろうなとか、飲み屋さんとか、ね、まあ、うん、なんだろうなみたいなのがいろいろあるんですよ。それで、こっちのナコンパトムどうですか？あ、ナコンパトムの反対側もラオスの街があって、うん、向こうもその生活が見えるんですよ、ね、あ、そうですか。で、今って他の国に行けないじゃないですか、はいはい、だからね、なんかああいうところに見たくなるんですよ。そうですよね。あー、で見てあっち行きたいなみたいな。でも行けないなみたいな、うん、そうですよね、はい。でも僕、そのラノンの
ところ行った時にミャンマーと国境、船ずっと行き来してるんですよ。はい、で、警察がもちろんイミグレーションみたいな建物があって、で、まあ、もちろん建前上そこから逃げたらダメなんで、船が一回下って、で、こっち渡って、で、またこっち下ってから向こう渡ってるんですけど、誰も何も言わなかったですね。そういう意味ではそのナコンパトンも国境はあるんですよね、橋が。あ、そうですね。で、一応国境の橋も見に行って一緒に、はいはい、それ日本が作ったやつです。あ、違うんですか。多分違うやつです。そうかな。でも今ね、橋5本ぐらいあるんですよ、うんうん、あ、本当ですか。ナコンパトン、どれぐらいでしたっけ、メコン川って。川が1キロなんですか。200メーターぐらい。300メーター。え、そんなもん近いですか。うん、そんなもんだと思う。ちょっとアプリで見ましょうか。僕なんかすごい遠いようなイメージ。いや、でもね、そこ近いんですよ、本当に。あ、そこは近いんです。アプリで探してる間に、美味しかったもの、はい、美味しかったもの。ちょっとそれ俺も見たいよ。ウォーキングストリートみたいな一応あって、どうですか、あのナコンパトンの街の中にあって、はいはい、で、まあ、そんなにやっぱり賑やかじゃないですけど、はいはい、まあ、時期的なものがあって、ただまあちょっと美味しい店って、はい、まあ、ネットに載ってた店行って、そこであのメコンオナマズのチムチム、うまいんですよ。うまいんですよ。美味しかった。うまいんですよ、これが。あの、しゃぶしゃぶして食べなかったんですけど、はい、しながら美味しかったんですよ。本当ですか。あれね、どうやらメコン、あ、ナコンパノムの名物っぽいんですよね。福田藩に行ってもなかったもんね。あ、そうだね。ちょっと他の地域に行って同じようなものを食べたんだけど、あんまり別に普通だったよね。普通のこの辺でも食べれる、うん、それ飲み屋がいっぱいあるような中に、まあ、いっぱいじゃないと思うんですか。ナイトマーケットがあって、でそこの並びにぎわってる店があるんですよね。そこで食べたんですけど、行きたいですね、そこは。すごくいいですよ、そこはね。まあまあ値段もね、やっぱりそんな場所的に高くないし、はい、でもあってね、すごく美味しかったですね、うん、そこもやっぱり1日1本ぐらいしか飛んでないですかね。あ、3本ぐらい、3、4本飛んでないですか。結構飛んでますね。で、こう、まあ、パス使っていろんなとこ乗ってるじゃないですか、はいはい、思ったのは結構人乗ってるんですよね。乗ってますよね。結構乗ってますね。満席に近いぐらい乗ってるんで、はいはい、やっぱりこう移動ってのはあるんですよね、そこへ、うん、地方でもですね、うん、で、じゃあ一時期よりも便数減ったかっていうと、まあ多少減ってるかもしれないけど、そう、ね、あんまりね、減ってないですよね。日帰りで食べに行けますよ。日帰りか。まあ一泊してもいいですけど、いや、でも行きたいですね、うん、はい、普通の時は行けないですもんね。行けないですね、はい、場所的には、まあ、北の東ですね。と、本当東北、うん、東北ですね。はい、ね、バスだと13時間ぐらいかかっちゃうんですよね。伊佐ではもしかしたら一番時間かかるとしかもしれない、ね、そうかもしれないですね、うん、大きい道も少ないしね、うん、もうこれ結構話してると思うんですよ。もう18分も話してる。使えるとこだけ使ってください。いや、これまだエアアジアの話を言うほどしてない、うん。あ、今止めたんですか。止めてる、止めてる。じゃあそのまま、あのね、一回これで締めます、はい、一回これで締めて、次回その2で、はい、いきます、はい、はい、ありがとうございます。